皆さん、ナマステ。日本語の EPG パーチャーラへどうぞ。私は、カナ・アニタと申します。今日のペーパーは、全文化です。このモジュールは、今日のペーパーは、日本の文化史です。そして、本日のモジュールは、全文化です。このモジュールの筆者は、サトシ・オータ先生です。では、今日のモジュールの朗読をします。最初に学習の目的から参ります。全文化というモジュールは、全についての関係を理解し、日本の文化や芸術において、その影響についても考察を行います。全文化というモジュールは、禅についての概要を理解し、日本の文化や芸術における影響についても考察を行います。禅宗は鎌倉時代に中国から日本に伝えられて、日本の数多くの仏教の宗派の一つである臨済宗や曹洞宗などによって代表されています。禅は宗教というくくりにとどまらず、広く日本文化や芸術などにも影響を与え、日本文化を研究している留学生にとっては、必ず学ばなければなりません。これは日本文化を理解するためのよその一つであります。具体的には、今日、以下の項目について考察を深めます。1、禅の概要を理解すること、禅の成立の歴史を学ぶこと、禅の日本での展開を考察すること、禅の芸術や文化に対する影響を学ぶこと。禅の時期。禅という漢字の意味は、本来、天、天、あるいは山川を祀ること、譲り与えること、開くことといった意味合いがあります。それに加え、後に静かという意味が加わってきました。もともとサンスクリット語のディアーナはパリ語のジャナを音写した字がゼナという文字で、ディアーナやジャナを清涼と訳したことから、禅という字に静かという意味が加わってきました。その後、
ディアーナやジャナを禅宗と訳するようになり、瞑想することという意味も持つようになりました。禅とは心の働きを集中して動揺させないことであり、その方法としては瞑想が重視される。しかし、それだけでは心理的要素だけですね。これは心理的な要素に過ぎません。それのみならず、仏教、つまり学者としての悟りを持たなければなりません。2番、禅の成立の歴史。仏教はインドから発生して中国に渡っていきましたが、禅の考えもインドから中国に渡り、中国でさらに発展を遂げました。豪石の初めに、インドからウマヤシャという人物が長安に行き、高陵の神寺に滞在して禅法を広めたとされています。同じぐらいの時代に、キジ国、つまり新疆ウイグル自治区からクマラジュというインド人の人物が長安に来て大乗経典を訳出するとともに、禅法、妖怪などの禅教の経典を訳出しました。中国に禅を本格的にもたらしたのはボディダルマという南インドから来た人物です。ボディダルマは5世紀の末から6世紀の初めに中国に来たとされています。ダルマの主な思想は二入四行論として知られています。自己の修養やり方などを論じています。そこには知識や認識のみならず、実践の大切さも強調されています。3番、日本で禅宗の発達。日本で禅は中国からもたらされました。日本における禅宗の開祖は13世紀の鎌倉時代の栄西という方、そして土祖という方と推察されています。それより前にも禅の思想は7世紀に遣唐使といった使節団として唐に渡った道生という名前のメンバーが玄宗三蔵に指示し日本に持ってきたという記録が見られます。
また、奈良時代において、天台宗の開祖、最澄も禅について学んで、経験があり、同時代の真言宗の開祖、空海も禅についての記録を残しています。イーサイは比叡山にある延暦寺で天台宗を学び、それから1168年に南宋に留学をしに行った。その時に留学生は半年足らずと短期で留学していました。1187年には再び宋に渡り、本格的に禅を学んできました。永才は後に臨済宗を講師、当時の鎌倉幕府から庇護を受けて、宋から禅宗を学び、宋から禅宗の僧侶を招き、鎌倉の建長寺、円覚寺などの大きな寺を次々と建立していました。その理由の一つは、禅宗の厳しい修行が武士の寄付にあっていましたということもありますが、禅は当時中国で流行していたということから、当時の最新文化を輸入するという要素も含まれていましたと言えます。一方、道元は永才の弟子、妙禅に影響を受けて入修し、そこで禅を学び、日本に帰ってから東宗宗を開き、それを広めていきました。臨済宗は座禅の最中に、公案などを試作することを行っています。これに対して、曹洞宗の座禅は、すべての用事を顧みず、座禅そのものを重視する教えを説いています。4番、禅の文化的な発展。禅は宗教としてのみならず、文化に対しても様々な影響を与えました。建築の面では、鎌倉時代に円覚寺舎利殿、禅福院釈迦堂などがその例です。禅宗。これは禅宗用という建築方式とも呼ばれています。室町時代には建築のみならず、
庭園においても禅の影響があります。枯山水という園庭様式が発展しました。枯山水は池などの水を用いることなく、石組みやシャリ、樹木などで山水を表現した庭園様式のことです。京都のある龍安寺という寺院の石庭がその一例として広く知られています。さらに禅宗様は書道にも強い影響を与えました。宋から来た蘭渓道流は鎌倉の建長寺を中心に活動をしました。また、水墨画も中国から伝えられ、鎌倉時代に南北朝時代、さらに室町時代へと発展を遂げました。室町時代に入ると、さらに禅の文化的影響が強まり、幽玄や侘び、サビなどの日本独特の美観、つまり美語、つまり美学原理へと発展していきます。室町時代の文化に関して詳しくは北山文化、東山文化の章で述べるとしますが、ここでは幽玄や侘び、サビといった日本の美学のキーワードとして説明するようにしましょう。侘びは簡素で簡弱な趣を楽しむとされることです。その侘びの心は茶道または茶道などに通底する理念となっています。茶道は室町時代の中期頃、村田寿子によって侘び茶が始められて、後の安土桃山時代において千利休によって完成したと言われています。それまで工芸や武士によって行われていた茶会は中国製の唐物と言われる高価な茶器などを用いた豪華なものでありました。寿子は質素な道具を使うことをよしとし、過敏な風潮を戒めました。錆は古く枯れて渋みのある趣を兼ね備えたものです。
時間の経過とともに劣化した様子を意味して、古びで味わいのあること、枯れた渋い趣、頑弱な趣を表すようになっている概念です。サビの美的感覚は、日本文化、日本文学、さまざまなところで、例えば、徘徊の世界で発展の棘、江戸時代の俳人、松尾芭蕉の詠む俳句に通底する概念です。これは日本人の美意識となっています。予言は静か、かすかで、奥深く、深遠微笑であることを意味し、若の頃の重要な概念の一つとなっています。また、室町時代には、日本の古典劇である能の大成者である世阿弥によって論ぜられて広く知られるようになりました。世阿弥によれば、幽玄とは冷えた美を意味しています。情緒的な象徴美であるということを指摘しました。結合として、インドで起こった座禅、そして瞑想の思想や実践が中国に伝えられ、禅へと発展していき、日本へ伝わってきました。日本に伝来したとき、仏教が伝わった時期とほぼ同時期である。とほぼ同じ時期でありますが、禅宗として本格的に日本で確立されたのは鎌倉時代の時です。禅は宗教的な枠組みのみならず、文化、芸術にも多大な影響を与えました。日本の文化芸術を語る上では、重要な要素の一つとなっています。近代においては、明治時代の作家である鈴木大拙によって、英語で書かれた禅に関する本が日本で出版され、その影響で西洋社会において禅が知られるようになりました。